はい。ひとつき万札、清水です。今日はですね、まあ、あの、コロナ、緊急事態宣言がね、うん、関西にも追加されました。いや。他にもいろんなところに追加されていきます。で、相変わらずいろんな方がお亡くなりになったりですね、まあ、あと、入院先が見つからなくて、うん、で、コロナにかかったんだけど、入院先見つからなくて亡くなったっていうおじいちゃんとかが出てきたり、最近ね、えー、もう医療崩壊、ですよ、うんうんで。そんな中ですね、あの、国民解放権壊しちゃおうかな、手へ、あ、違うよ、みたいな発言をですね、菅さんが、こうやったりですね、さすが、やっぱり、菅アリ またですか。<分> <laughs> ちょっとあの刃を持っております、ね。なる,なるほど、なるほど。で、ちょっとちら見せ。まあ、他にもですね、あの緊急事態宣言のね、中で、うん、あのコロナ特別措置法改正と。いうことで、いろいろ動いているんですけども。うんうん、はい、ええー、こういう中にですね、うん、あのその質問をね。あの医療法とかの抜本的な改正はないんですかっていうふうに、こう。うん 記者会見ででで質問されたたんすすようん、うん、そしたらですねえー、っと国民解保険とかも見直さなきゃね、みたいなことに見えるようなことをちょっとチラッとこう言ってです、ね、お分かりづらい、この言い,い方。お,おまさかそこに来たか、スガーリーンっていうような、ま、とにかくいろいろ大変な事態に、はい。嫌な予感もすごい。はい おりますが、一体これはですね、どういうことなのかと。うん、で、こういう時代、どうやって生き延びたらいいのか、うん、ということをですね。まあ、安住さん本日ちょっとお休みで、はい、えっと、いいことがあってお休みなんですけどもね。とってもいいことで。 ございますい。みたいにちょっと体調崩してたね。そう、そういうことじゃないくね。あの、嬉しいことがありすぎて、おや本当ああ、いいことですね。いいことですね。はい。で、今日はですね、ちょっと安富さんのね、あの、この経済学のあの本とかを参考に、どうやって生き延びていけばいいのか。なるほど。っていうことをですね、サバイバリアちょっとやっていきたいなと。ちょっと、今日は平さんに安富さんのモノマネをしてもらいつつ、あの、やっていきたいなというふうに思っております。とりあえず、あの、1秒で東大の教授になってください。なれんかった なれかたなったなった。<laughs> なったなった。お、お<し>、お。東大の教授はそう簡単に話さんから。<laughs> なるほど。沈黙は金。<laughs> そうそうそう。うん、でも、雄弁は銀っていう話もありますからね、あれ。難しいね。あ,<れ> <laughs> あの、まあ、それは、さておきですね。<laughs> いやー、本当にね、この、菅リり、国民解放権。<laughs> うん、あの、見直すからなとかって思いつつ、<laughs> うん、あの、次にですね、えー、言ったのが、あの、罰則来て懲役とかね。 これすごいことじゃないですか。うん、まずあの、二つありますよね。罰則規定、これと、あと懲役、えー、罰則規定の懲役と、はい、この国民会保険をちょっと見直そうかっていう動き。これにちょっとついて、うん、あの話をしておきたいなっていうふうに思うんですけども、ますます従わなくなると思います、私は。 誰があの、罰則規定、懲役。まずね、あの、これ本間さんとのね、あの動画、やっぱりね、うちのあの、あの、出演者の皆さんですね、やっぱり体当たり取材がすごい得意な人たち。なんですよまずあの、うがやさん。うがやさんうね。体当たりで、ね、あの、被爆しながら取材に行くという。あ、あの人はなかなか命を削ってますよ、マジで。で、最近、あの、出てきたあの、佐藤さん。 うがやさんの先輩。佐藤さんも、はい、佐藤さんも先輩のだけあってね。ねやっぱコロナの取材をするからにはコロナに感染みたいな。別に。別取材のために。から、か、かろうとしてかかった方がいい、ね。<laughs> というわけで、やっぱりですね、刑務所ネタといえば、刑務所に実際入ったことのある、あ<ー>えー、ハ動報未,未公開株先事件の、本間 <laughs> まさん、の、に、あれ実効性はあるのかと。はいうん、だってさ、コロナに感染しました。うーって感染して、 えー、でそうしたらたいあの入院拒否したら逮捕なんだよ。え血管感染するやんっていう。うん、まあそうだね,ね。だからあれはね、あの実効性ないです。なるほど。はい、ちょっとおビビらしとけぐらいな。で、えー、やるとしたらあの感染があの、感染した、で、入院拒否したなお前っていうリストを作っておいて、うんで、しばらく経ってから、あのその人があの陰性になったら逮捕。ああ、なるほど。これ 効果あると思います感染防止に。っていう、<laughs> 意味ないだろうというふうに思うんですよね。うん、でもさ、GoTo ト,トラベルキャンペーンとかさ、GoTo イートだって、まず GoTo イートだとかって言っときながらさ、なんか、飲食店がダメとかってこ。そう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 ,そう,そう。さえに社長切れてたよ。<laughs> 西村経済大臣がさ、ランチもだめですって言って、最善の社長が、ふざけんじゃねえよと。まあそうだよね。今、最善の社長って創業者だっけ違うかも、違うかので、そういうふうに言ってたんですよ。で、これ、まあ、そりゃそうですよね。ふざけんじゃねえよっていう思いですわ、そら。そう思いますよ。最善の社長がね、そうやってぶち切れるのは当然でございます。一体どうすりゃいいんやと。 でもサイゼリアの社長はですね、ふざけんなよって言ってんあのふざけんやふざけんなよって実際言ったんです。せっかくなんであの、皆さんにお見せしましょうか。すごい。あ<ー>まあでもそりゃ怒るよね。だってサイゼリアってさ、いち早くあのなんか、安全に食べるためから、まあ、いいかどうかは別ですけまあまあでも飲食店として努力をしているという姿勢は見せたな、一応な。はい。あのー、あ決算会見があったのね。こ,これでですね、えー、ふざけんなよと。<ー>ランチに猛反発。 うん、ランチでの感染リスクが高いという注意呼びかけに対しての。はい、はい。なるほどね、猛反発。いやー、これはですね。も,もうマスクしてるから表情がちょっと読めないけど。うん、目が切れてる、目が切れてる。うん、怒ってますね。かなり怒ってますね。はい。そりゃそうだよ。ふざけんなよですよ。本当に。あ、これね。はい、ふざけんなよですね。はい。今日またランチがどうのこうのと言われて、ふざけんなよと。ね。 まあ、サイズは結構面白い会社ですから、ね、まあサイズですっごい営業努力してるからねだからそういう意味ではまあこの人ね多分創業者ではないはずです創業者はえー とこのきさん。まさ、正がきやすひこさん。さんま、あまだご存命ですね。え、なんですけども。はい、まあ、あのー、こういうことがね、いろいろあるんだけども。うん、この GoToEat とかって言っといて、一点さ、の飲食店がダメ、飲食店がダメ、飲食店がダメ、とかって言ってさ、これんなん、ね、めっちゃ。 めっちゃ切れないそれ。まあでも菅さんといえばなんちゃってだもんな。いや、このなんちゃって。もなんちゃってはいくらなんでも手のひら返しがすごすぎるよね。<laughs> そうよね。ご飯食べてください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 。もう、何手てだお前、ご飯が感染リスク広げてんだよ、この野郎とかって。いや、ここは東大教授として言わせていただきます。<laughs> 東大は法的に言いますとですね。ああああ GoTo、ね、GoToEat に関しても、トラベルに関しても、安心、安全にやるにはこうっていう手引きを出していたのに、皆さんが従わなかったのがいけなかった。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。私たちも団長の思いでございます。なるほど、なるほど、なるほど。やっぱ、東大に行く人はそれぐらい、東大の教授はやっぱそれぐらいのこと言うと。もう、東大王法の本を私出したでしょ今日、安富さんね、すごくめでたいことがあって、お休みこれちょっといいのかね、これ、私、安富さんになりきって、こんなふうなこと。まあ、あの、後で送っとくか、ダメだったら消しましょう、この動画。 <laughs> はいすみません鳥さん <laughs>、はい、許可なくやっております, <laughs> す、ね、<laughs> はい <laughs> まあこれさでもねあの完全にさあ、うん、ハラスメントだよねああ出ましたヤストミさんの本で言うところの、はい、これねあのこれやっていいのよいいのいいの <laughs> ダメだって言ったじゃないのっていうこの混乱したメッセージなコミュニケーションがある意味取れないそうそうそう、はい、これやっぱねあの国民の心を傷つけるしあとまあ信頼感が なくなるよね。できれそ,そうだと思うんだけど。まあ、もともと。うん、で、えー、台湾のさ、あの、すごい IT のね、はい、あの、詳しいさ、あのコロナを抑えた大臣がいるわけです最近話題になってる。えー、オードリー・ターン。はい。オードリーターンさんなんですけども、もともとこの人、プログラえね、ー、これ、えー、このオードリー・ターンさん、ね。はい。最近よく本も出てる。えー、この人が言っていたんですが、えしょ。はい。このオードリー・ターンさんが言っていたんですけども、 えー、緊急事態宣言とかね、うん、ロックダウンとか、うんあの、そういうことじゃないんだと。あの政府とね、あの感染を、ね、抑えるために政府がやるべきことっていうのは、国民との信頼関係が大事なんですよ。<laughs> ちなみに、えっと、今、台湾のコロナどれぐらいなのかな。台湾、えー、コロナ。うんと どれぐらいの人数なのかなというと、えー、うん、えー、1月13日、何人ですか<ー> ?4 人です。はい。4人ですよ。4人ですよ。あなた、4人です。なんていうかもう、ね、いやー、もう説得力というほがないわな。<laughs> そうです、ね、説得力というほがない。まあ、あの、台湾って人口2000万人ぐらいなんで、東京、まあ、首都圏分ぐらいっていうイメージで考えると、うんうん、じゃあ、あの、小池知事、 がですね、えー、都民との信頼関係を結んでいたって思う人うん。うん。うん。小さな子。五 <laughs> つの子でつの子だ小さな子だったら小さい子だあもう要するにもう、その、なんか、標語っぽく言ってんのに、我々都民に覚えられてない時点で負け。<laughs> はい。ダメです。うん、ね。 で、信頼関係を築いていない段階で、言うことを聞いてくんないと、うん、思ってるわけですよ、うん、政府は。まあまあそうでうね。ねうん、要請要請で、言うことを聞いてくんねえよと。うん、じゃあ、なんだよ、あの、信頼関係、俺たちは会食するけどさ、 うんお前らして、とず何して豚箱ぶち込むか。<laughs> って会食したがら決まったんじゃないですかね、すごいのは、うん、その言うこと聞いてくんないんだったら、うん、まあばもう押さえつけるしかないよね、信頼関係ないしっていうふうに、お前が言ってどうするかもあろう。俺も信頼関係を築くようなことしましたか これね、あの、緊急事態宣言を要請してくれた。<laughs> いや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 。<とか> <laughs> あのー、これ一時が万事、こういう感じなんですよ。うん、でね、これ安冨さんの経済学の船でとか、あの、あのーまあ、安冨さんが研究されてるドラッカーに、はい、えー、自国の言葉が書かれています。はい。これ何か、コミュニケーションは受け手が決める。はい。例えば、はい えっと、私が清水さんに言った、うん、あ、清水さん髪切ったんですか、うん、っていうふうに。まあ、ふざけんじゃねえぞ。お前 <laughs> 舐めてんのか、この野郎って。いわゆるし切れた。<laughs> 俺の髪が薄いだとみたいなことになったら、え <laughs> <laughs> 違うみたいな感じだけど、<laughs> おんおんでもそれは受け手が決めてるわけ。そうそうそう。あるいは平田さんに対してですね、平田さん今日の格好綺麗だねって言ったら、はい、平田さんが。なんかイラ、いら。そうそうそう <laughs> えー、いつも汚いって。<laughs> いつも私はゴミためみたいな格好だって。<laughs> つってね。ね。で、こういうふうにやった時にですね、コミュニケーションは受け手が決めるんです。はい。 はい、だってね、私たちがこうやってあの放送している言葉もさ、うん、あの聞いてる方がさ、うん、えそれってこういうことじゃないっていうふうに勘違いしても、うん、えー、そんなつもりで言ったんじゃないすよってて言っ,てもっ、ね、そのようなつもりでね、<laughs> 言ったのではないのですが、もしそのようなふうに誤解を与えたのであれば、これは大変遺憾ではあるっていうふうに言うのはですね、<laughs> あとりあえずドラッカー読んどけっていうことですよ。でもね、これね、あの要するに、政府がメッセージを発しました、信頼しませんでした。うん、ってことは、うん 政府の考え方をすると俺たちは言っている<ー>だけどもあいつらが聞かないじゃあもっと言ってやろうっていうこの考え方ブーこれはハラスメントです、ね、完全にダメです、ねはい、ダメです、はい、あの俺たちがこう言ったあ聞いてくんない例えばね平さん綺麗だね今日の句き、うん、だねつって「えいや何いつも私汚い格好してんの?」<laughs> とかねあるいはあの平さんがねなんて言ったっけ えー、あー、シュミさ髪切ったんすか俺の髪が薄いだとこの野郎 <laughs> みたいな、あ <laughs> とかって、もしね、うんうん、そういう阻害が起きたら、例えば私の場合、うん、あれ、俺、平田さんに、最近なんか悪いことしたのかな<ー>とか、ね,ね。あるいは、もしかしたら、この服は平田さん、あんまお気に入りじゃないのかもしれないとか、 うん、なんか、なんか俺に原因があるのかなーとかね。そうね。あの、そういうふうに、そうね。あの、考える。うん。なんかタイミングが悪かったかなミとかね。タイミングが悪かったのかなとかね。うん。っていうふうに考えないとダメなわけうんね。うん、で、これをね、ね、私はあなたの服が綺麗だと思った。ね、えこの服は大変確かいい服である。うん,う,んう,んうん。にもかかわらず、それに対してイラッとするのはおかしいのではないか。 っていうふうに私が言ったらどうなるその関係ってどうなるまあなんか、もうちょっと清水さんとは話さんとこうって感じだね。<笑><笑>ね、で、それで、最近私が平津さんの服をね、うんうん、あの褒めているにも関わらず、うんうん、平津さん喜ばないと。消<ー>しからんと。うんうん、平津さんは私が服を褒めたら、ありがとうございますと言わなければ超一景だ。ねだこれは、あの、なんだっけ、あの、まあ、安富さんが他で、うん、えちょっと、あの、 扱ってましたけれども、えっと、研究、大学の研究室のセクハラ事件あったよね。ああ、兄弟のね。そうそうそう、あの、必ずさ、朝来たら、秘書の人たちが、私たちはなんとか先生のために、あの、ここで働けることを誇らに思いますそとかっていうのを読まなきゃいけないやつ、あれもそういう感じだったわけいや、もうひどい話ですよ。まあね、あのそれとさっき言った例はちょっと違うんだけど、ハラスメントっていう点では、まあ一緒ですわ。まあ、じゃあ、そう考えたときに政府がね、いや、いかんなと。 緊急事態宣言ってね、要請したのに、聞いてくんない。困ったてるしと。なんでだと。っていうふうに、うんまあ、実際のところ、第2回目の緊急事態宣言と、第1回目の、えーえー、第2回目の緊急事態宣言出す前と後とだと、うんうん、10%ぐらい下がったんですよ。でもそれ足らない、うん、人でね。ね、うん、これだとあの、聞かないとっていうふうになったときに、あれ ちゃんとかねあれ俺なんか悪いことしたかなみんながお願い聞いてくれないってことは俺悪いんじゃないかなだって冷静に考えてくださいよ。お願いされてるわけです、わ々わ国民は。お願いしますねお願いしますって言われてるのになんかお願い聞かなんだったら懲役だとかって言っかあれみたいな感じ一方的だよね一方的だよね。何反省するべきだと思いますか もう多すぎて、多すぎて, <laughs> 多すぎて今ちょっともう腕組んじゃったよ <laughs>。<laughs> まず、自民党の議員も含め、あといろんな政治家たちが、会食してますよね。会食しちゃったのはしちゃったとしても、会食したことに対して誰一人謝んないってすごいよね、うんうん。例えば二階さんが会食を非難されましたと、うん、その時にね、もし二階さんが、いや、本当悪かったと。 申し訳ありませんでした。国民の皆様が大変な時期に、えー、会食をね、するなと言ってる私自身がしてしまいましたと。うん、これは、あの、大貞治さんとか、美濃本さんとかの予定を、例えば2ヶ月前から抑えていたせいで、どうしてもやらざるを得ませんでした。うん、だけども、今後はもういたしません。いや、あの、本当に申し訳ありませんでもし二階幹事長が言ったら、あれなんか、 宇宙人捕まって頭改造されたのかなって。<laughs> それは思うよ。思うけど、まあいい宇宙人だなって思う。<laughs> あのー、思うじゃん。うん、思うし、うん、そういう風に言われると俺らも、うんうん、なんか、あ、うん、そうん。うん そうだよってもう、ダメだよって。目だよっ,って。目、まあ、目よ二階さんめ、目 <laughs> めよって。うん。こううまあでもそれは信頼関係だよな。ねな何のことやろうとかって思わないもんね、別にね。<laughs> ね。まあ思う人もいるかもしれませんね。で、その、それでさ、あの、菅さんとかがね、次に、あの、記者会見の時、記者会見に菅さん出てきた時に、えー、ちょっと本日の、あの、定例記者会見の前に皆さんお伝えしたことがありますというふうに言って、うんうん、あの、うん 菅さんがいつも喋ってる、こうやって持って喋ってるやつを、すみません、広報官、これ、どけてくださいっていうふうにこう、ぐぐぐぐって、どけて、うん、あ二階君、加藤君ってって、うん、あのこういって、安倍も来いっていうふうに言って、<laughs> この4人であの正座して、<laughs> うん、いや、本当に申し訳ないと、うん、もうあのようなことがあってね、あの会食をしてしまって、私も行ってしまいましたと、大変申し訳ありませんと、えー、申し訳ありませんっていうふうに誤り、あべ、うん、ってって。 お前が100回,も100回以上も国会で嘘がつくから政治家の言葉がもう軽っかりだよと <laughs> どうせこのね今ど土下座とかね謝っててももう聞かないよと、うん、あとりあえず誠心誠意謝罪だと国民の皆さん申し訳ありませんっていうふうにこう土下座をしたしましょう、正座に申し訳ありませんでしたっ,つってこういうふうにねあのもしやったとしましょう。うん、ねで、うん、でそしたらあ まず緊急事態だなって伝わるでしょう。あ、そうですね <laughs>、うん。そこまで済んだみたいな。<laughs> え、総理がしょ。して、謝ってるって。もう私、ウォールストリートジャーナルとかすごい、その時楽しみだね。どジャパンプランビミニスタ、ドゲザいであ。でもなんか、そこまで、そのなんていうの、プライドをかなぐり捨てて、うん、でも、国民との信頼関係を取り戻したいみたいな感じだったら、うん、まあちょっとちょっと変わったなって感じになるよね。そう,でそうすると、あ いうことを聞かなあかんなって。ねで<ー>例えば、あのー、マスクをせずになんか歩いてる人とかさ、うんあの、あるいは会食とかしてる人たちに対してさ、うん、なんかこらっていうふうに言ったときにさ、うん、何や、もう菅とか書いだって,って、俺たちだって飲んでダメだめだで、あいつら雇ってん俺たち税金だぞとかっていうふうにさ、言われちゃうじゃん、<え>今。いやー、そう、ね、さお前なぁって、幹事長も謝ってんだろっつって、総理だって、安倍さんだって謝ってんだろっつって、ねこういうふうに言ったら、 やっぱ受け手が変わるじゃん。まあそうですね,ね受け手が受け取り方が変わるでしょ。これをやってない。全くやってない。常に上から目線。罰則。これはダメですよ。んですねね だからも安倍晋三を逮捕しないともう言うこと聞かないんじゃないから。まあね、で、うん、そこら辺で何かこう強いことをして。あの国民の皆さんの不満を取り除きましたよっていうふうにしてってことだよね。こっちの方向でいいんかって話いです。ただし、はいはい、ただし。コミュニケーションは受け手が決める。うん、ね、この話さ。うん、あの、そうだそうだ、その通りだってね、このここまでは納得できるじゃないですか。はい,はい。ね。うん。次。あなたのコミュニケーションも。 受け手が決めるんです。そうですね。だってコミュニケーションっていうのは双方なんだから。これが自国の教えなんですよ。ほ<ー>。だってさ、あーのーもう言い訳できなくなっちゃうじゃん。まあねー。ねそんなつもりはなかったって言えないそんなつもりはなかったってね。うん、あの傷つけるつもりはなかったとかね。あのそ全部ダメ。受け手が傷ついたら100%ダメ。ね,ね,っね。例えばね、平さん今日今日胸部結腸。<laughs> キャロイってとかっていうあもし言って、キャーセクハラよーとかっていうふうに言われたら、ね、そのつもりはなかったんだ。ナイ <laughs> ス、ナイス、ナイス。<laughs> っていうふうになっちゃう。これちょっと怖くない、うん でまあこれさあのー、ね昔から言われてることですよね、うん、あの2030年前は、うん、なんかちょっとしたこうセクハラ的な言葉だとか、うん、彼氏いないのとかは別に挨拶程度だったのに、うん、今じゃセクハラっていうふうに言われるのは理不尽だという意見、うん、あこれはおっさんたちには非常に根強いですはい以前からありますねそれが、ね、根強いですね、はい、で,でもさコミュニケーション受け手がね決めるんだっていう観点はさ、うん、商売をされてる方だったらさ 当然わかってることですあーそうねね例えばあのこの俺がさ復刊したさこの経済学の船出とくださを生きるこれは NTT 出版、うん、これはあーのー岩波書店が出ました、うん、はい売れませんでした絶版になりましたねで出版業界がよく言うことはさあれですよ出版不況かなるほど。若者の読書離れとかってこういうこを言うわけですようん、うん、お前らアホかと。 あ、ごめんなさい。出版協会の人見てると思う。えみ、みな受け皆さんもね、あの、ちょっと考えてみてくださいよと。ね。あの、コミュニケーション受け手が決めるっていうことは、ね。いや、これをさ、なんかこう、口にさんが、うんわうんうんってくっつっこんでね、本をね、買わせる時代終わったんですと。それで買ってるやつがいいです昔はさ、うん、あの、本自体が少なかったから。うそうですね,ね。で、だからそれは良かったんだけども、そんなの1950年代ぐらいで終わったそうですね。はい。はい ね、で、えー、なので変わってきたんですそれはだからあの出版社としてのあり方を変えなきゃダメなん、はい、だからどれだけいい商品だとしてもあのお客さんが欲しいなって思ってくれなかったらダメ当たり前の話やんお客さんつまりコミュニケーションの受け手ですねだから菅さんのああいう発言とか罰則規定とかねっていうのはものすごくね、えー、社会主義的独裁的発言に私は あの、聞こえてしまうなぁと。<ー>だから、コミュニケーションを受けてが決めるんだよっていうことっていうのは、ものすごく厳しい意見ではある。はい、ちなみに私はですね、ドラッカーの本を23歳の時に人望町で初めて買って読んだ時に投げ捨てなくなりました。なんでコミュニケーションが受けて決めるとかさ、ふざけたこと言ってんじゃねえよ、こいつ。なんだよ、学者野郎が <laughs> あ、そう。だって俺も、当時さ、その時も、<ー>あの、アルバイトとかインターンとか含めて部下いたからさ、<ー>い言うこと聞かねえわけ、部下とか。 バイトとか23歳の子ね,ねでそれがさドラッカーにねあ,ーあのコミュニケーション受けてか決めるって言われる <laughs> なるほどこんな,なんなん,かなんかね社会人になってさあのドラッカーとかポーターとかさマキルイ・ーター,ーとかさいろんなねああいう人を読んでねこう勉強しようと思ってね買って読んで超えらいね、うん、読んでそしたらさなんかコミュニケーション受けてか決めるとか <laughs> 何じゃあお前お前俺の苦労分かってんのかと、ね、<laughs> 俺はお前5人の部下とかにね言うこと聞かせるのも大変なのにもうコミュニケーションを受けて決めるって「ちゃん学者やろうはこれだからダメなんだな」っていう,う実学がねえよとで実学がねえんだよこ <laughs> クソったらガツンちゃねまあっていうふうにあのぶち切れた覚えあるよ俺すごいね逆にドラッカー読んでる人たちの中で、うん、コミュニケーションを受けてが決めるっていう部分を 理解して読んでる人ってどれぐらいいるんだろうコミュニケーションは受け手が決めるけれども分かんねえやつはバカだからしょうがないと思 <laughs> <laughs> その時点でもう論理破たんしてましたよね。<laughs> ねね清水さんは本当に真面目にちゃんと読んだってことだもんね。んだから多分ドラッカー、ドラッカーってとってもいいよねとかって言ってる人は、まあ、あーのー、読めてないと思う。 あのロン語読みのロンゴ知らすって言うじゃないですかあんな感じでドラッカー読みのドラッカー知らすだと思いますよドラッカー長いからなまあいっぱい出してるからねまあでそういう意味ではさ政府はきちんまあ政府って日本国におけるトップマネジメントですよねまあそうですねあのでドラッカーの名著はマネジメントじゃないですか、うんうん、あ,あれ取ってあそこにあるマネジメント、ね、あのマネジメントっていう本を書いていてですね 上官だけでいい上だけで本い,い。欠陥まで見せなくていい。<ー>はいこういうね、このマネジメントっていう。ちなみにこの古い役の方がね、私は好きなんですけども、ね、このマネジメントで、うん、ドラッカーが元々もともとなんで、もともとなんでもともとなんでマネジメント研究したいと思ったかっていうと、<laughs> これなんでなのかっていうと、うん ファシズムに対抗するためなんですそうなんだよね。はい。で、ドラッカーは、もうユダヤ人の迫害とかね、うん、あのそういうのも実際見てたし、ね。で、そういうのを見て、これはやべえと。ね。でも、あの、これを防ぐためにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考えたときに、ファシズムに対抗するためにはマネジメントだと。ね。で、そういうふうに考えたわけだ。ね。で、ファシズム、じゃあ、その、 それなのにさあの日本のトップマネジメントである内閣総理大臣や官僚たち、うん、え大臣たちは、うん、あコミュニケーション受けてが決めるっていうこと一つとってもできてなくないですかバカには分かんない。 勝手に自分の中でその2分目を作ってた、まあ、からかも読んでもいねえと思うんだけどだからあのー、運営ちゃんとされてないねうんねいやで,でも実際そうですねねでこんな状況で罰則だけ強くして、えー、国民が従うかっていうと無理だって私たちだって従いたくないじゃん、ねうん、あのもしやろうと思ったらマシンガン持った自衛隊員を小倉中にいてあ<ー>あのー、もしさ <laughs> えと外出してるやつがいたらポカーンって殴って帰れっつって。っ、ね、でいうふうにやればもしかしたらできるかもしれませんよまあ力によるってやつですねでもさそんなことしたらさ、うん、まあ国力日本全体の国力としてはバ、うん、コン下がっちゃいますね、うん、はいなので、えー、菅さんがね罰則を強める方向でいくっていうのはあの国民との信頼関係 これが気づけていない限り、無理です。で、そうですね。あの、これね、保証よりも大事なことだと思うんですよ。<お>あの、保証を、か、だってさ、あの、金をあげたら信頼関係ができるのか。まあ、ただでこき使うよりはいいよ。ただでこき使うよりはいいけども、お金もらっても社長のこと嫌いだろ、お前ら。<laughs> <laughs> 社長、えっと、労働者の皆様、あの、えぇ、ー、お給料をもらっているからといって、 で、えー、社長のこと大好きな人何人いますか、えー、いないと思うんですよね、うん、今あのーはい、ちょっと言葉を選びましたはい言葉を選びましたはい、はいはい、で,でこれさ別に給高い給料をもらってるからさ、うん、信頼関係が生まれるってわけでもないじゃんまあそうだし、うん、なんだったらあこ金くれたんだったら次もくれやってなるから、ねね、なるしね、うん、だからあのー、お金は、まあ、当然ないよりはあったほうがいい 保証はあった方がいいけども政府があの人の言うことだったら言うことを聞かなきゃなぁって思うような人にまずなってもらうことそうですねまあ人格政治ですね昔からよく言われることだよねまあプラトンの頃から言われて全く成功してないはい鉄人政治はい鉄人政治ねまあでもプラトンもマネジメントでドラッカーとかもねこう言ってるけどもまあこれはある意味あのインティグリティっていうのを、えー、日本風に広めるために紳士さ 思ってないとダメみたいな風にね、<ー>こう言ってるんだけど、じゃあまあその、あの、ちょっとドラッカーの言いたいこととは少しずれるんだけども、例えば人格が高潔で真摯な人だったらどうかと。ね。うん。あの政治家たちが。うん。であれば、言うこと聞かなきゃな。あの人が言うんだったら言うこと聞かなきゃなーって思うわけじゃん。まあちょっとあの、なんかフィクションの世界っぽいけれども、うん、そうですね。うん。うん。でもほはやっぱり、あのー、 あの人の、まあ、だからコミュニケーションが受け手が決めるのであれば、はい、あの人だったら、ついていきたい。ついていきたいとか、あの人が言うんだったら、うん、ほら、まあんま言うこと聞かなかよね。っていうふうに、あるよね、そういうのは。思えるような人じゃないと、陽性を前提とした緊急事態宣言では、効果がない。うん、ああ、そうだね。プラス、じゃあ、それが次にね、じゃあ、あの俺は人格はねえと。うん、相手に尊敬されとらんと。いうことも聞いてくれへん。 だから、ドゥンドゥン、罰則で縛りつけたるわ。それって、国力としてプラスすかね。まあいざというときに、あんまり一丸となる感じしないよね。一丸となった感染するけどな。まあ、そう。<laughs> あのー、まあ、要するに、効かないじゃないですか、それだと。うん、元気が奪われるでしょ。奪われますね、うん。だから、ドラッカーのコミュニケーションを受け手が決めますの一,言一つを取っても、これは。 菅さんはですね全くくうまくいけないなじゃあなんだろうねあのどうやったらああ菅さんの言うことだったら聞かなきゃなっていうふうに思うかまあ安倍逮捕だなまあそれはさっき言ったやつだからねあるいは逮捕あれがテクニカルに逮捕まではいけなかったとしてもううあのもうちょっとこのあ責任ちゃんと取ったんだなって思うような、えー、ことをする。 まあ、うん、そう、ちょっと根本的すぎてね、GoTo トラベルといいとそもそもしなきゃよかったんじゃないっていう話は、ありま,す、うん、まずだから謝る、GoTo トラベルといいと、あれが感染拡大を広げたかどうかはどうでもいい、うん、でも一つ言えることは、あれのせいであーのーコロナにね、えー、外出してもいいじゃん、雰囲気的なもの雰囲気食っちゃったと、あれは間違いでした、ごめんなさい。うん うまくいかなかったらごめんなさいすんのとかさ、まあねもうそういう当たり前のこと、ちゃんとやってくれたら、いうことを聞こうって気にならないもうなまだちょっと、なんか、うん、あの好感度がね、うん、安倍さんを豚昆にぶち込んで、えー、オリンピック中止にしてで、余ったお金は全部国民や医療従事者、コロナ対策のために回します。 で確か補正予算追加の補正予算案にまだ GoTo トラベル事業キャンペーン事業1兆円ぐらい追加されてるから、うんまあ、あれもなしなし悪かった悪かっつってあのこうやってでそれでなんとかお願いしますっていうふうに言えば変わるでしょそうでもまあ残念ながらそれがないわけですよ、うんうん、でじゃあこういう問題っていつから できてるのかなっていうふうにねあの思った時にあの政府がさむちゃくちゃ罰則規定を入れるとかさそのしかも懲役ってすごいよねで案として出すだけでもビビるわいや本当にそんな発想するんだって感じですもんねしかもあの実務的に無理そう思うよ でこういう状況の中でじゃああのどうしてこういうふうになるのかなっていうと、まあ、多分、日本国民全体が、はい、あのこの人だったら言うことを聞こうとか、うん、この人だったらあの一緒にいたいわとかこの人だったら間違いないとかっていう信頼関係自体を多くのところで作ってないんだろうね。実際そうです、ねまあ、あのなんかさ うん、でも最近はそうかそううかですねそのソ,ーシャルソーシャルネットワーク的なものができちゃって、うん、例えば昔だったらテレビでまあそれなりにカリスマとかさうん、うん、言われる人がいたりとか別にそれはタレントでもいいんですけどカリスマとかそういうのはねあの違うのよ、ね、例えばあの今これ50代、60代、70代でご結婚されてる皆さん、うんはい、パートナーと一緒にいて心から安らぐ私、この人のこと愛してるのだから一緒にいるの。 何何人人いいるかか <laughs> <laughs> 沈黙は金、ね、あの何人いますかどうですかそれはもういやだってもう夫婦だしとかさ<あ>分かる。誰かとの信頼関係っていうのはもうその家族とかそういう狭い範囲で持ってさえってことで、ねうんうん、そう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 。いるあ<ー>いやこれがさ夫婦今結婚してる人たち夫婦は。 基本的には愛でつながっている。信頼関係でつながっている。ね。っていう家族ばっかりだとしましょう。うん、いい話じゃん。ね。で、それで、そういう家族ばっかり。うん、で次に、自分たちが学校行った頃思い出してください。ああ、この人の先生の言うことだったら、これは信用して当然やなあとか、あるいは、目よ君っていうふうに言われた時に、あの、あ、ごめんなさい、本当ですねって。 思う。素直にね。ね。あの、別に先生だからとかじゃなくて、うん、この人だからっていうふうに思う。そんな人たちばっかりに、こう、学校教育をね、やって、で、そして、社会に出たときに、この上司の言うこと信頼できるなって思う人に教えてもらえそして結婚して、で、あ子供ともね。ね、子供とも、ね、あの、俺はお前お前、なんでお前父親の言うこと聞けねえんだよとかね、母さんの言うことが聞けないよとか、なく、ね、 信頼関係で成り立っていて <laughs> でそしてそんなばっかりの中で菅さんがああいうタイトルだったとしましょうなんだかあの人かわいそうってな、ね、なんだかあの人かわいそうじゃけど多分支持率マイナスセントぐらいねになるでしょ。ってことは多分ね子供の頃ろ学校でそして親子関係で、えー、社会に出て仕事、結婚で自分との子供関係 の中に、コミュニケーションを受けてか決める。っていうのが成り立ってないんだよ。信頼関係っていうのをきちんと結んで、自分がこの人のだったら一緒にいたいとか、この人だったら信頼できるとかっていうふうに思う気持ち。なるほど。よりも、この人だって上司だしとか、この人も結婚してなんかもう使い古した雑巾みたいだけど30年一緒にいるしとか。<laughs> なるほど。ね。うん、あの、そんなふうにずっと思い続けても、 に自分のさ、あのー、心のセンサーの中に、この人は信頼できるから一緒にいようとか。うんうん、でその信頼っていうのも、この人はか金くれるから信頼できるそういうのまあ、じゃなくてな。うん、そういうのじゃない。うん、そういうのがズタボロに引き裂かれていっているんですよ、ずーっと。人気が。ね。はい、こんな人気がたたんっていう <laughs> ね村岡さんとは人はねえっていうやつですよね <laughs>、はい、広島市東編よりまあそういうことがさ、うん、ずっと子供の頃からそのなんか信頼関係とかそんなの「はみたいな感じでずっとさうん、うん、やっちゃってたらなるほどああいう政治家出てくるってそうかつまり我々も問題であると我々が問題だっていうふうに言うと視聴率が下がっちゃうから <laughs> あの、そんたく、だなあの、ちゃんと、あの、やっぱ視聴率をきちんと取るいい方法っていうのは、上を叩いてみんなは被害者っていうポジションをね、あの、取るべきなんで、でんあの、我々、我々が、あの、みんなのせいでもあるんだっていうことは、こう言っちゃダメなんですよ。皆さん今のところ心の中でカットしといてくださいね、<laughs> ちゃんと。はい。ね。 今何か言った俺。あー全然な何も言ってないでしょ。いちごが美味しいって。いちごおしいよね。ねイチゴしいち、ね、ご、うん、美味しい、いちご美味しい。秋田のいちごとか美味しいらしい。<laughs> まあそれでね、あじゃあなんで、うん、こんなようになっちゃったのかっていうと、うん、まあこれは、あのー、我々の責任でもあるんだけども、やっぱり、やっぱこれは、しょマネジメントの問題。 うんだと思うよだか、まあ、そうね清水さんが不登校になったきっかけの、うんえー、学校の先生も多分そうだし、うん、だ逆に清水さんが学校に行かない間に通わせてもらったなんだっけあそう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 、うん、まあ結局その学校じゃないんだけれども好きな時に学校が、うん、学習もしていいよっていうところなんかは、うん、まあ信頼関係があるあれは場所だったわけでしょ、うん、だからやっぱ上の人じゃん うんね、上の人があの何か変わっ上の人から変わらないと、下から変わるってなそれはちょっと大変だね,ね厳しいでしょう、やめるしかなくなっちゃうから、ね、逃げるとかね、ねやかだから,だからあの、上の人がまずですね、やっぱ菅さんと加藤勝信官房長官と麻生さんと安倍さんと二階さんで並んで、いや、まあ、こと申し訳ないと、頭下げるところから、ね、あの日本経済は、あのまあ、森さんの人、政治家じゃないから。 別に、あ,あの、もう首相官邸とか、あの、記者クラブとか。あの人もいろいろ謝ってくれたてらね。いや、もうあの人も謝ることたくさんある。だからそういう人たちが謝ることによって、で、そこから、あ日本っていうのはコミュニケーションの信頼関係が成り立って、で、極端し、陽性だけでも言うこと聞いて、感染は防止される。 ようになっていくと思いますよ。なんかもう今さ、<ー>もう金くれないからだよとかっていうふうになってんじゃん。それ問題だと思うよ。金くれないのも問題だと思ってるけど。コミュニケーション不全がね。うーん。これはすごい大きな問題じゃないかな、というふうに思いますよ。で,すね、で、もう一個言ってた、国民皆保険を見直そうとか思ってるうんたらかんたら。うん、これはね、間違いなく政府はやりたいことです。これ絶対、あの本音が。結構,結構菅さんそういうことするよね、なんかさ。ポロリン。<laughs> プロリンなんだっけあれとか消費税上げるとかうう。消費税上げなきゃダメだと思ってるよって、総裁選のね、あの討論会かなんかで言っちゃって、次の日に大炎上したからやんなわけないよっていう,うにこう言ってよ <laughs> おいおいおい <laughs> っていう。おい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 。おいおいおいおれはおいおいおいだよ <laughs> <laughs> これは、じゃあ、国民皆保険制度って1960年前半ぐらいかな、にできたんですよ。で、これ、最近のビデオで何回か実は言ったんですけども、あの動画動画で言ったんですけど、あのその時日本高度経済成長期にぐわーっと入ろうとしてる時じゃないですか。牽引してたのは製造業。牽引してたのが製造業。あとはそのビル建ったりとかね、でそういう不動産系。ねこれ、簡単です。 怪我しやすいっすいよ、ね、あーまあまそうですねでその時に、お前、けがした後と自分でさ、骨折100万とか請求されてたらさ、安心して働けますかちょっとね。無理でしょ、うん。怖くてちょっとやりたくないよね、とび職とかね。ね、ねうん、そういうふうになっちゃうでしょ。うん、だから、あのこれはみんなで、あのこういう人たちをね、国策だったんで、うんよまあ、簡単に言うと、怪我してもね、大丈夫だと。ね安心しろというふうに。 制度を作った。ね。だから馬車うのに働けとで。次に、あの、年金も作ってやったと。はい、だから盲目的に、もう、老後のことが考えなくていいと。ね。あーのー、仕事辞めてからえ、墓に入るまでは年金もらえるから、うん、馬車うの働けと。うんうん、つまり、美徳とされている国民解保権と年金。 この二つはですね、国民馬車馬制度なんですよ、実は。ああ、でもそういうのちょいちょいありますからね。うん、馬車馬として働かせるために、両輪、うん、なんですよ。保険かたんかた,んかたんな,るなるほど、なるほど。ね、あの、次に、あの、<今>えー、労働。年金。はい。これがブーンって回って、ね。こいつら働きよるわ、と。<laughs> こいつら働きよるわ、と。うーんってこう、なったんだけど、なるなるその時に、その学校でね、あの、ちゃんと働け、働けって、こう、洗脳がグーってやった結果さ、 ね、先生の言うこと聞きなさい、親の言うこと聞きなさい、社長の言うこと聞きなさい、政治家の言うこと聞きなさいって、ずーっとさ、それを60年間やっちゃったわけ。ってことはさ、60年前に、あギャーって生まれた人、もう60歳でしょ。そうですよでそそういうふうな教育を受けた人たちが、例えば20で子供を作るとしましょう。ね、でそしたらさ、うん、やっぱりあのこの保険制度と、えー、年金制度の両輪が回っている中で、うんうん、先生の言うこと聞きなさいっていう人たちが大人になって、でその子供を、 でも同じことうで,す、ね、でここに親っていうのが入るわけだ。うんうん、ああ、<れ>親の言うこと聞きなさいがまた、親の言うこと聞きなさいがこう入ってくるわけだ。で、さらにこれこれがまた20年ポコンってなると、ですね孫にもこうやるわけでも、もうさすがにですね2、3世代にわたってこうやってやっていくと、元気なくなるよね。だって、何にも考えずに働き続けろねもう老後の方は心配せんでええやと。うん っていうふうに言った結果、もう実はこの制度は30年ぐらいまで破綻しつつあるんだけど、<ー>結局やっぱ人間、あの、この人だったらついていきたいなとか、この人の言うことだったらやってみようとかっていう活力もなく、詰め込まれて安心だから働けっていうふうに言われてもこれ無理が来るんですよ。 まあ安心だなっていうふうに思えてるような高度経済成長期だったら、うん、まだもしかしたら騙されてたかもしれないけど、うん、いつまでもそうでもないしねいいつまででももそうでもないしむしろ高度経済成長期を終わらせてしまったのはその保険と年金っていう両輪で何も考えずに働きなさいをやってしまったからだよ、うん、確かに,確かに。だからあの時何かしらチェンジをする必要があった。 それに関してはまあもう今からしゃべるとまた追加で40分とかになってしまうんうです、ね、もうすでに40分ぐらい話したからな、うん、だからまあ今回の菅さんのねあの罰則規定なんていうのは今から引っ込めたとしても例えば、ですも、ね、んだ結果なしになりましたって、うんねまあ多分なしになるような気がするんだけどもなしになりましたはいでもさ覚えてるよねいや,いやー覚えてるよきもう傷だよ、それは私たちの。うん、え懲役っってて言われたってしかも 国会に改正案が出るってことは、あれは法務官僚たちがチェックしたってことだからね。菅政権を倒したとしても、それを通した官僚たちは残ってんだから。下手すると出世してるかもしれないよ。そうですよ。ね。だから、あの、まず私はね、緊急事態宣言でコロナを防ぐために一番大切なのは、政府と、あの、まあ、国民の信頼関係を 結び直すところからやらないとダメだなと思いつつ、これほど難しいことはねえなというふうには思いますよ。でも、一つ一つ言えることといえばですね、うん、あの例えば、えー、皆さんの奥様、旦那様と、はい、あ、信頼し合ってるなって、ね、それ愛情を持ってつながってるだろうかって確認する、ねで。それでついつい、なんで俺の言ったこと聞,こえ聞いてねえんだよって言ったときに、 聞いいてないお前が割れて言わないお大変だこれまたはい、はい、まあなので無理でしょ <laughs> 無理でしょもうだからすごいなだからだ <laughs> し,しょう <laughs> がない。もうだから多分こういう政権が続いて日本はずるずると沈んでいくんですようっあなたの夫婦仲が良くなったら日本も変わるかもしれないそれはきっかけになりますよ必ずそう,そうだろう。絶対になりますなってつなりますねで次に じゃ次に、あの、変わんねえと。うんまあ、それは無理だな。自分で言ってても不可能だと思うよ。<laughs> あの、すべての夫婦が愛情を持って繋がるとかさ。<laughs> まあ、無理だなー。だって俺がまずそもそも、あの、すいません。あの、父親も母親も離婚しました。はい。ついでに言うと私もバツイチですし。<laughs> 無理だしね。<laughs> あ、でもあの、ほら、離婚してからも信頼関係って結べますから。そうね。はい。 ね清水さん、そこ頑張ってますよ。て自分の親に言うああ、親じゃなくてか。俺は自分に言う。自分はそこを、細かくは言わんけど。細かくは言わんけど。プライベートですからね。俺はもう、あの何、何とか、もうあってますからね。終わりではないわけですよ。ねそういうふうにやっていくことすごい大事だけど、難しいよね。 破滅へ導いた時の、えー、プランを考えておきます。<え>ね、これはね、あの、みんなね、社会が、国例えば国民解保険1個取ってもね、うんうん、これ、国民解保険なしにしたら、うん、儲かる人がいるんですよ。やっぱ、あの、自由化になるから、うんいや。国民解保険制度なくしました。うん、ね。で、えー、例えば、日本生命とか外資の保険会社とか含めて、うんうん、保険制度も撤廃しました。 日本は。喜ぶのが本会会社じゃないんだ。うん、そうそうそう。例えば、例えば、国民会保険廃止国民、保険っていう制度自体禁止っていう国になっちゃうよ。ちょっとなかなかだね。うん。<laughs> そうすまあ、得する人いないわけですよ。だけど、ななこれは当然、外資がね、こんな1億人もさ、いて、さらに、あの、GG とかね、 あのー、60歳以上のお姉さん方とかがいる国がに対してはですね、やっぱ大きなマーケットだから、外資がパッパクパクパ,クパクってこうやってくるわけですよ。だよはい、ねこういうときはチャンスですよ。チャンスあなたも保険会社始めよう。ええだから、あのー、例えばですよ、えーっと、私が社会人になったとき、2001年、労働派遣がどん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 ,どんこう、 あの、解体、あの、障害賃金からどん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 派遣され、えー、障害雇用が破壊されていった時代に、私は人材派遣会社で儲けたわけですよ。ね。人材派遣会社なんか、うん、ダメだとか言いながら、ね。人材派遣会社なんダメだとかってね。<laughs> あの、ちょっと18歳の時にね、あの、このまんまだとジョブレスリカバリー、雇用なき経済回復になると。ね、日本的雇用環境を失われ、このままだね、日本経済不安定になっていく。決して、あの、経済が回復したとしてもですね、 ね、社会学者にならなかったか。雇用がね、増えていくわけではないんだと。ね。これで果たして豊かな社会だろうかとかって、18歳ですよ。<っ>18歳の時に、あの、そういうふうに、あの、自分の新聞社、人文部のね、社説で書いときながら、社会に出るときは、よし、じゃあ人生はけっって儲けた。<laughs> 金儲かんな、そっちだからっっ。<laughs> 金儲かるからなっっ。どうせ俺が何を言ったところで、ジョブレスリカバリーはジョブレスリカビル、ね。じゃあもうじゃあ、ジョブレスリカバリーが広まるかって儲けたるしかないやろ、って、こう。<laughs> 4年間だけです。私がそれやったのは。4年間だけ。ね。うんうん、あの、4年やってもお腹いっぱい。これもダメだと。疲れるんだよね。ね。でも、でもそれで俺さ、年収1500万ぐらいまで行ったからね。あの、社会人3、4年目で。うん、だから、あの、今回、もし、えー、皆さんの夫婦仲が改善されず、えー、国民と政府の信頼関係が結ばれずですね、ね。あのー、例えば、懲役になったりとか、国民皆保権が破壊されるっていうふうになったら、 多分、アメリカの流れがやってくるだろうから、うん、例えば保険で儲けるとかね。まあね、うん、アメリカは保険ないですからね。ね次に民,民間刑務所っていうのがね、もしかしたら、あの、認定されるかもしれませんよ、法律で。ね。<laughs> や、やっばあの、1ドルとかで働かせることができる。超怖い <laughs> アメリカはもうあるから、それは。そうですね、うん。そういうのを運営して大儲け。あの、ショーシャンクの空の、 あの所長みたいなポジションになるとか、最終的にはあれ、あれ、ですけどね <laughs> あれ映画だから、あんなふうにドーンってなっただけであって、大丈夫、大丈夫、皆さん、ドーンって投げてもうけられるから、まあそうね、あれ、スティーブン・キングだから、人が一人は死なないと、もう気が済まないから、あまそんなわけで、えー、最後にですね、ダークなそのこの社会がこう、あーってなっていくときも、まあ、チャンスとしてつかめることはつかめるんだぞと。ななるほどなるほほどど はい、ちょっと希望の光を見せないと、うん、ちょっと希望の光を見せないとね。はい、でも意外とね、目の前の子供と、あの目の前のね、あの奥さん、旦那さんとか、自分の親とかとの信頼関係をきちんと結ぶことが、ああいう政治家を生まないことにつながるんですよっていうのは私は本当だというふうに思います。はい。まあ他にもね、別にそんなダークな儲け方以外にもいくらでもあるんですけども、それは喋り出すと例は無限にあるので、そうですね。あのそれ言ってもしょうがないというふうに思います。うん 学なんで、えー、もしそれがね、あの、学びたいなっていうふうな人はですね、このあの、経済学の船出とね、あのー、この複雑さを生きる、きるはい、え、にそういうヒントが含まれていますから、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。ちなみにですね、経済学の船出は複雑さを生きると、同時に購入しないとダメなんですけども、えー、この下に表が書いてあってですね、えー、低価。価格はですね、えー、ま、これを持ってる人が前提なんですけども、経済学の船出の価格はですね、え、3万四千プラスアルファ、うん。プラスアルファ。 今まだこれ単体では購入できないんだなプラスアルファとは何ぞえこれですねお気持ちマイナス入れたらむかつくわプラス例えば、えー、1223円を入れました うん、でこれ私の誕生日。あなる,なるほど、なるほど。面白いじゃん、とか。いや、別に面白くなかったら送らないってわけじゃないから。<laughs> 面白い、面白い。1円でもいいんですよ。うん、ね。あ,のあなたのお気持ちが1円なら。<laughs> いや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 。円でもありがたいですよ。1>, 1円でも1000円でも,100円でも100円でも1万円でも何でもいいんで、追加で入れてくれて、だあの、買えるという。ね。でまあ、これは、あのー、なかなか面白い試みだというふうに思うので、 えー、ぜひね、あの、自分、生きるためのヒント。ね。ちなみに、生きるための経済学はですね、これは NHK ブックスで普通に売っていて、うんはい、で、これはあの1000円ぐらいで買えますから、これを買っても別にいいかもしれません。まあ、そんなわけで今日の読書ということで、はい、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。もし、今日言ったブラックユーモアの数々がですね、皆様がもし笑わなかったとすればですね、懲役だ <laughs> コミュニケーションは何だったっ <laughs> というあの笑いで締めたいなというふうに思います。はい、もし皆様がですね、笑わなかったとすれば、えー、これは大変遺憾であるということで、<laughs> 私のギャグが悪いわけではないと信じております。